日本の高速増殖炉モンジュフランスのスーパーフェニックス高速増殖炉とは高速中性子による各分裂連鎖反応を用いた増殖炉のことを言う。簡単に言うと増殖炉とは消費する核燃料よりも新たに生成する核燃料の方が多くなる原子炉のことであり高速の中性子を利用してプルトニウムを増殖するので高速増殖炉という。 高速中性子を利用しながら核燃料の増殖を行わない原子炉の形式は単に高速炉と呼ばれる。現行の商用発電用原子炉として一般的な軽水炉と比較した場合の高速増殖炉の特徴を述べる。増殖比が1.0を超えること核燃料の主体がウラン238プルトニウム239となること原則材を 使用しないこと核燃料の核反応断面積が、ウラン235と比べ格段に小さいため、核燃料を高密度に配置する必要があり、露心の堆積エネルギー密度が格段に大きくなること。これを冷却するため冷却系の高能率化が必須となる。現在開発が進められている主な形式としては、以下のようになる。冷却剤に軽水を使わずに、 代わりに溶融金属を使用する燃料には、天然ウラン、または、ウラン、プルトニウム混合燃料を使用する、モックス燃料の元となるプルトニウム239と、ウラン238は、通常の軽水炉で燃料として使うこともできるが、高速増殖炉の炉心で燃やすことで、 さらに不要なウラン238から次の高速増殖炉用の核燃料であるプルトニウム239を作り出すことで核燃料を循環させる核燃料サイクルを実現するための用となる装置である。高速増殖炉は核燃料サイクルのウランマイナスプルトニウム系列を実施する。高速増殖炉は1980年代まで ウラン燃料の有効利用促進のため米国、フランス、ロシア、イギリス、ドイツ、日本などで積極的な開発が進められてきた。しかし、軽水路にはない様々な問題を含んでいるため、実験路から原型路までは数カ国でいくつか完成しつつも、実証路の完成までは時間がかかっていた。1990年代前半に、 米国の実験の FFTF と EBR2 の運転停止。1991年、ドイツの原型炉 SNR-300 の建設中止。1994年英国の原型炉 PFR 運転中止。1998年には、フランス実証オロスーパーフェニックスの運転中止などが相次ぎ。日本でも、文ュのナトリウム漏れ火災で運転が中止される。 1990年代には高速増殖炉の開発は停止状態となり、フランスを除く欧州各国は高速炉の開発を中止した。今なおロシア、中国、インド等が増殖を重視した開発を行っているが、ロシアを除く国では実用化は大幅に先送りされている。ロシアでは2014年6月27日に、 実証ロビーへのマイナス800が臨界に達し、実用化のメイドがついた。一方日本では2016年12月21日に文字の廃炉が決定され、今後も核燃料サイクルの開発は継続するものの、その原子炉は高レベル放射性廃棄物の原用化、有害度低減、資源の有効利用を目的とした高速炉とされ、増殖炉とはされていない。 フランスの高速路アストリドにおける2014年からの日仏協力についても継続するとされたものの2019年8月にフランス政府は経費の高騰を理由にアストリドの計画を放棄すると発表したアメリカ合衆国は2006年2月からグローバル原子力パートナーシップ計画 NAP グローバルニュークリアエネルギーパートナーシップによって 核燃料サイクルとともに高速増殖炉の技術開発推進の立場に転じた。このプロジェクトには2008年1月1日時点で日本を含む19カ国が参加を決定している。またこのプロジェクトによる高速増殖炉の実験炉と核燃料再処理施設建設の発注予定先として交渉相手に選ばれているのは三菱重工日本原年 あればの3社である。これらのアメリカ国内での建設計画は2009年に計画凍結となった。その後アメリカは2026年までに小型モジュール炉形式のナトリウム冷却高速増殖炉である VTR の運転開始を予定しており、日本も令和3年度予算から国際協力として参加することとしている。 高速増殖炉は流体を冷却剤に使って、炉心の熱を外部に導き、蒸気を発生させて、発電等に利用する点では、一般的な軽水炉と似た仕組みを持っている。一方では、冷却剤と燃料において大きな違いがある。軽水炉では、炉心の熱エネルギーを外部に取り出すための冷却剤や、中性子の減速剤、反射体などを兼ねて、 軽水を利用するのに対し、高速増殖炉では高速中性子を減速させないように加熱余裕した金属ナトリウムのような液体金属を使用する。高速増殖炉の冷却剤は平均速度が秒速1万 km ほどの高速中性子に対して減速効果が小さくその運動を衰えさせないものでなければならず、また単位体積あたりの出力密度が ケースよりもかなり大きくなるため、熱伝導率の良いものでなければならない。高速中性子に対する減速効果は、水素や重水素のように核の原子量ができるだけ少ない、元素が大きくなる。これらの条件を満たすものとして、金属ナトリウムが使われている計画が多いが、鉛、ビスマスやヘリウムガス冷却も一定の経済性を持つと言われる。 ナトリウムは発火性が、鉛、ビスマスは腐食性が問題である。過去には、水銀、ビスマス、鉛、カリウム、ノックなどが考えられた。ナトリウムを採用するメリットとして、以下のような点も挙げられる。金属ナトリウムとして存在している、安定同位体の 23NA は、炉内で中性子を吸収し、放射化され 22NA と 24NA に変化するが、 半減期が短いため露呈止後の作業者の被爆量を増加させない。また熱伝導率の高さから、文珠においては3系統ある冷却系のうち、2系統が故障してしまった場合でも1系統のみで、露心の崩壊熱を除去し冷却することができる。また循環ポンプなどの電源を全て失う、全電源喪失が起きて循環ポンプが全て、 停止しても3系統の冷却系にて、ナトリウムの自然循環と空気冷却器により、崩壊熱の除去が可能である。これらの安全性も評価されているため、ナトリウム冷却高速増殖炉は、国際的な第4世代原子炉の一つとして位置、付けられている。なお、文珠事故後、フィジビリティスタディからやり直して、冷却剤として、鉛ビスマス、ヘリウム、軽水、 ナトリウム等の検討が進められた事実があり、その上で実績や国際協力の可能性が評価されて、文珠の再起動、そして磁気ナトリウム冷却高速増殖炉の開発へ進んでいた。MOX 燃料炉心内中央部にはセラミック状に焼き固められた混合酸化物燃料、MOX 燃料と呼ばれる各燃料集合体が置かれる。 使用前のモックス燃料は燃料となるプルトニウム239とウラン235が微量とあとは核分裂をほとんど起こさないウラン238で占められている。モックス燃料は他の原子炉で使用済みとなった核燃料棒を再処理して取り出されるプルトニウムとウランを混合して酸化させペレット状に固めて燃料被覆管に詰められ 核燃料棒とされる。酸化させることで熱に強くして溶けにくくしている。このプルトニウムは、軽水炉内から取り出された使用済み燃料を再処理して得られたものか、高速増殖炉のブランケットを処理して得られたものの、いずれかであり、軽水炉由来の方が、プルトニウムの同位体が多く含まれている。ウランは、天然ウランからウラン百三十五相当分、抽出した残りか、 または、天然ウランそのものである場合と、軽水炉や高速増殖炉のモックス燃料、ブランケットを処理して得られたものなどであり、いずれも核燃料として有益なウラン235はあまり含まれていない。使用済み核燃料中には、核分裂に伴う分裂兵に多くの元から、含まれる核燃料禁煙の重核種の同位体が含まれ、再処理前に、 プール内で十分な冷却期間を置いても何年も熱を帯びながら崩壊による強い放射線を放ち続ける。プルトニウムを分離後もプルトニウム239の他にプルトニウム238やプルトニウム240プルトニウム241などが含まれ熱と強い放射線を受けながら核燃料の製造を行わねばならない。なおプルトニウムの混合割合を不可度と言い,い。 高速増殖炉ではこの割合を20から30%とする。金属燃料金属燃料は熱伝導率や燃料密度が高いという利点がある。米国アルゴンヌ国立研究所で研究されたウランマイナスプルトニウムマイナスジルコニウムからなる金属燃料はインテグラルファストリアクターでの利用が予定されていたが1994年に同計画は中止された。 その後も、プリズムや VTR4S ロなどが金属燃料を選定している。ブランケット炉シ内の周辺部には、ブランケットと呼ばれるウラン238を主成分とする燃料集合体が置かれる。ブランケットも炉内で燃えるつまり各分裂反応して発電に寄与するがその割合は比較的少ない。 露心中央部のプルトニウム239やウラン235といった核分裂性の核燃料が臨界による連鎖反応を起こすことで放たれた高速中性子が冷却剤に遮られることなくそのかなりの割合が周囲まで飛び出してくる。周囲を取り囲むように配置されたブランケット内のウラン238は この高速中性子を原子核に吸収することで二度の β 崩壊を起こしネプツニウム239を経てプルトニウム239に変わる。プルトニウム239は熱中性合を吸収するとプルトニウム240に変わるが原則剤が存在しなければほとんどの中性子は高速のままで飛び込んでくるためそれがプルトニウム239の核に当たると 分裂することになる。ただし、プルトニウムの核分裂弾面積は小さく高速、中性子が核に当たることは稀である。結局、ブランケットのウラン238は、徐々に、プルトニウム239へと変化していく。ブランケットのウランは、天然ウランか劣化ウラン、またはそれらの混合物であり、ウラン238が主体となる。 タンク型とループ型の図高速増殖炉には以下の3種類の形式がある。通常、軽水炉では燃料棒中のウラン235を熱中性後により核分裂させエネルギーを生成する。この時消費したウラン235以上にプルトニウムが生成されることはなく燃料棒中の核燃料は減少する。これは 熱中性後は高速中性子よりもウラン235やプルトニウムの核分裂を有機しやすいが燃料棒中のウラン238に捕獲されてプルトニウム239を生成する確率が低いためである。逆に高速中性子はウラン235やプルトニウムの核分裂を有機しにくいがウラン238に捕獲されて プルトニウム239を生成する確率が高い。この性質を利用して消費した燃料以上のプルトニウムを生成するように設計されたものが高速増殖炉である。日本、フランス、中国など国内でのエネルギー使用量に比べ資源が少ない国で開発が推進されている。高速増殖炉の転換比は理論的には点二から点五の範囲と 考えられている。プルサーマル方式においてもほぼ同じモックス燃料を使用するが、モックス燃料にはプルトニウムより原子番号の大きい原子が含まれ、これらの元素の同位体による割合が増えていくことを工事化と呼ぶ。モックス燃料は再処理を繰り返すごとにアメリシウム241などのマイナーアクチノイドの割合が増えていくのだが、 これらの原子核は中性子吸収断面積が非常に大きく、熱中性後を吸収しても核分裂せず、中性子を放出しないため、核分裂連鎖を媒介する中性子が減って原子核分裂反応が成立しなくなってしまう。この各種は、化学、物理処理で分離が不可能な大変厄介な物質であり、アメリシウム241等の m a を、 分裂させられる高速増殖炉、または加速器駆動未臨海炉は、長期的に見ると、各燃料サイクル計画には必須の要素である。ボイド係数金属ナトリウム燃料現在、青森県六ヶ所村に存在する、日本原燃の六ヶ所再処理工場は、軽水炉で使用された、核燃料からウランとプルトニウムを取り出すための、再処理を行う施設である。 そのため高速増殖炉用の MOX 燃料の再処理や製造は行えない。プルトニウムの挙動緊急炉心冷却装置の欠如、アメリカ合衆国日本インド国内に豊富に存在するトリウムの有効利用を考慮した独自の核燃料サイクルを目指している。フランスの技術を導入した。中国ロシアの技術導入と並行して自主開発を行っている。 商用路は2030年頃の運転開始を目標としている。韓国旧ソ連地域源ロシア限、カザフスタンカザフスタンの BN-350、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア、ベルギーの国際プロジェクトで商業実証路イフルにより2010年代の運転を目指していたが、設計研究終了後の1993年に計画中止となった。 現在フランスを除いて高速路の開発計画は存在しないイギリスドイツフランスイタリアありがとうございます